下回し続け黒く焦げ付いた空白うなぎの中揺れる心を見透かすように指先に触れたこのひとひらが今背を下舞い上がるその様に今何を見る命の奇跡そのまにまに確かに響いた声Buddy Fight X. My plan is finally proceeding to its last stages. Initialize Gear God, the upgrading of this world. New World Chaos, now on sale. Bushy Road. The world will be silenced before the destruction that I shall bring. I will definitely get you back with this hand. Vanguard G, Divine Dragon Apocrypha, now on sale. Introducing Gisei Pack.諸事情で中断していた普及協会ファイターズクエストですがこの春の再開を目指し動き出しています。今日はそのお試し版としてスペシャルプレクエストを開催するミュー。それでは皆さんご一緒にスタートアップバンガード。会場となるここドラエン支部でたくさんのクエストが行われています。ポイントを集めて優勝するのは果たしてどのチームか。みんな頑張ってみようん、これがクエストね。結構面白いんだぜ。仲間もできるし。というわけでチームアルミ高校ヴァンガードスキーズ本日限定で結成だぞい。おい、まんますぎるだろう名前。クロノさん、カズマさん。お、僕たちチーム、ファイナルジャスティス。お前らも来てたのか。ヒロキ君、じゃんけんで決めたよね、ビクトリーズって。いや、俺はまだ納得してねえ。ダメだよ、負けたんだからちゃんと受け入れてくれなきゃ。まるで遠足だな、お子様チームは。そんなこと言ってると足元救われますよ。勝負です。はい、答えは A、 ユナイト。正解。お前がボタンを押す担当だろう。聞いてねえよ。じゃあ私が。それでは次の問題。はい。早えよ。久しぶりですね、この感じ。本当だね。あ、もうすぐ3人目も来るはずだから。お待たせしました。本日はよろしくお願いいたします。岩倉プロを目指す新進気鋭のファイターとタッグファイト。皆さん、今日のために駆けつけてくれた2人に挑戦してみない？ファイトで勝負です。どこさ、アシマさん。普及協会のアイドルファイターにアタックされようかい。アイドルファイターって誰かな。ライド、すっかり大きくなられて、いや小さくなられたのか。ガーンよカズマの小さい頃を思い出すな。ガーン。ザ・パージでアタック。ジ・エンド、ザ・グレート、ザ・クロス、ジ・エース、ザ・レジェンド。もうだ。
ダメ、もう無理。早尾先輩。甲斐俊樹様、伊吹浩二様、この日のため早尾様にご指南いただきました。いざ勝負。燃える剣、きらめく鉛筆、ストライドを。今日は伊吹くんだけじゃない、甲斐くんもいる。本気モードで行かせてもらうよ。はいはい、お仕事お仕事。おのれ支部長。あーん、おいしい。全然ポイント稼げてね。どう庄司くん、初めてのクエストは。うん、正直よくわかんねえ。ただのお祭り騒ぎのような。てかお前ら昔こんなことばっかしてたのかよ。イエーイ、ズバリその通り。こんなことって言うな。クエストには初めての人にもヴァンガードに親しんでもらおうって目的がちゃんと。うん、まいいんじゃねえの。のっ、これがお前の取り戻したかった世界なんだろ。うん、そうだな。こうなったらクエスト全部制覇してやるぜ。おお、いやー楽しかったね。クエストが本格的に稼働したらみんな喜ぶよ。ええ、手応えを感じました。でポイント集計は終わった。誰が優勝かな。え、支部長がやってたんじゃないんですか。いやいや、マモル君がやるって言ってたじゃない。あ、いえ、僕が配置換えになった時、ポイント集計はそちらでやってくださるって話だったじゃないですか。あ、そうだっけ？それいつの話？昨日の会議です。誰も集計してなかったみたいなんだが。ごめんだが。普及協会の諸君には日々尽力していただき誠に感謝している。また先だっての事件で協力いただいた関係各位も今日は心ゆくまで楽しんでもらいたい。それではヴァンガードのますますの普及と発展を祈って。乾杯。乾杯。パイナップルの酵素肉を柔らかくする。うわー、さすが甲斐くん。相変わらずのクロート派だしね。こっちでも食べていけるんじゃない。はい、レン様、骨や殻は全部取ってありますわ。ありがとう、朝霞。そのくらい自分でやらせたらいい。うめえ。しかしなかなかいいとこじゃねえか。いぶきのやつよくこんな場所。おりょ。もっか、かたい。お、どうした、ハイメ。お肉、焼きすぎちゃったかな。今日はみんなでリフレッシュ。上下遠慮はナッシング。それがジャパンのブレーカーでしょ。ああ、ブレーカー。なのにどうしてブレーカーオフになっていないんだ。伊吹本部長。まあ伊吹君は立場上羽目を外すってわけにも。それが日本縦割り社会のダークさ。毎日激務の本部長こそご遠慮不要のリフレッシュ。それが日本のブレーカー。ではでは。伊吹君、どうしても自分のことは後回しにしちゃうよね。確かに、せっかくのブレーコーの席くらいは。ハイメ、さっきから何度も繰り返しているブレーカーというのはもしや。ここは俺らが一肌脱いでリフレッシュ大作戦。面白い話してんじゃん。と追加持ってきます。はいはい。
あとは僕がやっとくから、伊吹くんは休んでね。安城キュン、お前のためにスペシャルシートを用意したぜ。さあどうぞ。お告げします。本部長、お仕事お疲れ様さ。せっかくのごちそう、お前全然食ってねえだろう。いや、だがこれはお前たちが食え。はい、本部長。あん自分で食える。お告げします。伊吹さん、肩凝ってねえか。邪念を感じた。マッサージなら我がティーテクの最新技術を試したまえ。若水たちの完璧なテクノロジー、とくとご覧あれ。ポジットナあぜ。お次します。お前も遠慮せず歌え。どうして俺が歌わなければならないんだ。お告げします。息吹潰してどうする気すか。まだ持たないんだ。ペペロ、隣の囲いに塀ができたってね。それを言うなら隣の塀に囲いが、いや待て、へいへいへい、かっこーかっこーかっこー、へいかっこいい。俺に何を求めているんだ。ですよね。こうなったら何でも腹踊りで、ワンポン壊れちゃう。ワンポン壊れちゃう。壊れ、どうせよ次のネタ。とは言ってもそう都合よく使えそうなものなど。おお、このボールで遊んで、おお。それは若水の完璧な空気抵抗ムシムシボール。お前たちはさっきから一体何がしたいんだ。これはその、私たちは、許してもリーブ。そう怒らないでくださいよ、伊吹。彼らはあなたに楽しんでもらおうとしただけなんですから。そうそう、伊吹くんはいつも頑張ってくれちゃうからね。まあだから僕たちもついていくんだけど。たまにはのんびりリラックスしてもいいんじゃない。あまり皆に心配をかけるな。さあそろそろデザートにしましょう。その後はお待ちかねのファイト大会ですよ。伊吹さん、私たちのせいでかえってご迷惑をおかけしてしまい、すまねえ、調子に乗りすぎた。ごめんなさい本部長。この貸しはファイトで返してもらおう。望み通りの無礼講だ。いいな。どう。よし、行ったな。お相手させていただきます。ハートに来た。何をやっている。普及協会の慰労会です。帰れ。よろしかったらご一緒に。帰れ帰れ帰れ。
version of the Bang Dream game is coming soon. Bang Dream Girls Band Party. Many game original songs. Play with cover songs from famous animes as well. Interact with animated characters. Enjoy their actions and conversations. Bang Dream Girls Band Party, coming spring 2018. クロノが宇宙飛行士になりたいなんてびっくりですよ。でも難しいんでしょ、宇宙飛行士になるのって。ええ、それはそれは。高校生のクロノ君の場合ですと、まずは自然科学系の大学に進学することが必須ですね。大丈夫なんすかね、あいつ。全然大丈夫じゃないみたいです。この問題はまずさっき教えた予言定理を使って、その後は制限定理で。カズマ、もう少し分かりやすく説明してくれ。そう言われてもな、これ以上。分かった、こういうことですね。正解だ。太陽すげえ。太陽君が宇宙飛行士を目指した方がいいかも。その方が確率高いよ。それは言わない方向で。はーい、クロノ。はい、トコハ。パリからの英会話教室だすか。トコハもクロノの夢を応援したいってね。クロノ、 What is your dream? How do you plan to achieve this dream? なんて言ってんだよ。 Don't speak in Japanese. Please tell me, Kurono.鉛筆転がし？なぜ今？ Good job. たく、何やってんだよ。進藤君は実践派だから、外国人の彼女作った方が早いかも。どんな女の子がタイプなのかな。ハイメ、英語、ロシア語、中国語、どの言葉、どの国の子でも OK だよ。その気になったらいつでも言ってね。アディアス。ユーロリーグの真っ最中のはずなのに。どうして。気にするな、気にしたら負けだ。これは思った以上に大変だね。なんせこいつの進路希望を聞いて職員室は大爆笑だったからな。ちょっとトイレ。トイレの窓から逃げようなんて思ってないよな。無駄だぜ。思ってねえよ。トイレはいいのかい。行きたくなくなった。ちょっと休憩しようか。ジグソーパズル全部真っ白だ。宇宙飛行士選抜試験で実際に使用されているものだよ。いい気分転換になるだろ。鬼だ。いや、悪魔だ。宇宙事業に乗り出したと思ったら、あっという間にスペースシャトルの打ち上げだもんな。全く大したやつだよ、お前は。僕だけの力じゃありません。技術面ではクリスさんの G テクが、そして金銭面では。私もスポンサーの一人よ。優勝賞金全部突っ込んでるんだから。
トコハちゃん、久しぶり。見てるぜ、いつも。今シーズンも絶好調だな。トコハの他にも、ハイメやハシマ先輩、カイさん、たくさんの人たちが協力してくれています。まさかあいつが本当に宇宙飛行士になっちまうなんてな。ねえ、イカ様してない？シオンのコネで無理やりパイロットに。人聞き悪いな、トコハ。ちゃんと国際認定証持ってんだぞ。ま、俺たちがバッチリ面倒見たからな。でも実際よく頑張ったよ、クロノは。まだ信じられねえぜ。勉強会で知恵熱出してたクロノがな。もう、いつの話してんすか。準備はいいかい、クロノ。よろしくお願いします。クリさん、みんな打ち上げ10分前。あんたは私たちの代表なんだから、胸張って行きなさい、クロノ。メインエンジン点火。ナイン、エイト、行くぜ、ドラン。みんなの、そして俺自身の力で。ツー、ワン、リフトオン。気がつきました？大丈夫か？びっくりしたよ、急に倒れちゃうんだもん。夢だったのか。今日はこのくらいにしておこう。何言ってんだ、まだまだこれからだろう。グズグズしてる暇はねえ。ドランたちが待ってるんだ。思いっきり頼むぜ、みんな。Please accept all of the Divas' gratitude! Vanguard G, Divas Festa, available April 27th. Everyone's adorable, Mew. Buddy Fight X! All these monsters gathered in one place! Let's have a rumbling good time! Drop, bow, bot, let's go! X2 Booster Pack Volume 1, Buddy Legends, April 20th on sale, Bushy Road!
Bushiroad Spring Fest is back for 2018, featuring the Team League format for some of our popular titles. Receive attractive prizes just by taking part. Find out when a regional championship is happening near you. Bushiroad.